おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。好きとか嫌いとか最初に言い出したのは女の子なら誰もが信じる伝説、それはきらめき高校にもあります。卒業の日、この木の下で女の子から告白して生まれたカップルは永遠に幸せになれる。そう、私決めたの。伝説の木の下で彼にこの思い伝えるんだ。Yeah!
テンション。